ネタ上がってましたけど、はい、終わってみてどうですか。私多分腎臓の病気なんです。病気なんですか。多分あんだけ痛いってこと、なんかもう石多分2つぐらいあるくらいの腎臓結石が結石が多分あるんで、病院で検査した方がいいかな。あ、でも一回心配だったら見てもらうのもいいかもしれないですね。そうですね、なきゃないで安心だし、はい、あったらあったでこうそう生活でね、はい、気を注意したりとかやっぱあると思いますし、はい、あでもね、痛いのはね結構別に特別強い病気になってるとかじゃなくても、ね、痛いことあるんですよ。やっぱ疲れが溜まってたりとか冷えてたりとかでね、まあ、あと足って普通にこう一番重力がかかってますし、あんまり、ね、構わないところなので、本当に一番心臓から遠いですしね、結構普通に肩とかも凝ってますし、はい、まあ、ちょっとその体重増加とかもね影響しますし、はい、あでもあのバターですごいなんか足のなんか皮が元に戻った気がします。あのしなやかになりますね。なりましたね、うん、なりますなります。あちょっと痛い。体ね結構硬いんですよね。ね、やった後はどうですか。痛み残ってないですか。あ、最終的には気持ちよくなりました、うん、はい。相変わらずなんかこう肘がね伸びが悪いですね。大丈夫ですか。力抜けます。やっぱ何かとこうね発育不良もあるんですか。でもモハさん若干若干なんかそんな感じが笑うと痛い。あんま運動してこなかったですもんね。そうですね、多分ね成長がね若干ねちょっと発育不全なところもある気がしますね。そうですね。はい、一旦終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたかね。コメント欄にて今日のご意見、はい、ご感想いただけたらと思います。はい、妊婦じゃないです。おかげさまでリラクヤの総再生数1200万回になりました。ありがとうございます。ももはさんのおかげもあってね、本当にももはさんの動画もすごい伸びが50万再生いいので、はい、で、それから1万5000人の登録者様を突破しました。本当に今すごく増えています。本当に再生数もチャンネル登録者様も倍増ペースなんですよ。数ヶ月前のぐんぐんぐんと伸びてきてる感じで、軌道に乗ってます。軌道に乗りました。おかげさまで。もう本当にモーハさんがね、はい、人気があって、はい、モーハさんのおかげがかなり大きな割合を占めてると思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今回の動画面白かったと思ったら、はい、ぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、はい、グッドボタンをお願いいたします。お願いします。はい、またお会いしましょう。 See you。角度が違いますね。